家に送ろう。どうして？希望もなく戦うのは生き方じゃない。死に方でしかないんだ。 お前には、ホープのままで生きてほしい。だから命は私が守る。けれど希望は、私も見失っている。でも家族なら。今更父さんに会ったって、どうせ希望なんて。昔から僕が何言っても聞かないのに、ルシの話なんか信じるわけない。 あいつは信じたんですよね。ああ。先ほど政府は緊急会見を開き、 逃げ場を拘束し、公開処刑を実施するとしています。潜伏先とみられるパルムポルムから中継でお伝えします。相手はルシだ。 確実に仕留めろ。二人と思うな。二匹と思え。私が突っ込む。死ぬ気で逃げろ。でも生きてくれ。 まともに突っ込んだら、まともに突っ込むバカが2匹と。バング。 頼む。姉さん、聞いてくれ。早く行け。セラは助かる。蘇るんだ。ホープを守れよ。バカ3匹目か。 ご無沙汰。
クールに行くぞ。最高だったぜ。どうした？何してたんですか？ああ、軍に捕まってた。は？でも敵じゃない。騎兵隊っていうサイコムとは別の部隊だ。隊長のレインズは俺たち留守に力を貸してくれる。てなわけでヒーロー再登場だ。軍が留守の味方？わけがわからない。軍にもいろんな奴がいるんだ。打倒政府ってノリのやつもな。心配すんな、敵は俺がやる。行くぞ。氷の道、武士の力なのか。
界だぜ。とりあえず、うわだったよな。
何してるんだ。
ゴールはすぐじゃねえか。